ははいこんばんば、えー本,ね、本日はですね、えー、連日伝えています木原官房副長官のですね、まあ、関係する、まあ、この疑惑事件ですね、えー、その元になったですね一番最初の事件ですね、えー、これを振り返ってみたいと思いますね、まあ、これは何と言ってもですねあの基本的な事件なんでですね、えー、この解明なくしては、えー、何もわからないわけですよね、うん、でそれを振り返ってみたいと思うんですね でまずですね、2006年4月10日の午前3時過ぎですね、これ亡くなったね、安田種男さんですね、その父親が、まあ貸したですね、ハイエースですね、車ですね。まあ、それを取りに、えー、この安田種男さん宅へね、向かうわけですね。で、その時にまずね、鍵が開いていたわけですよね。玄関の鍵が開いていた。でね、午前3時ですよ、ね。 えー、これ東京近郊ねまずこういうことがありうるだろうかという問題ですよねうんこれね最初の疑問としてあるんですよこの時ね、えー、この安田夫妻ですね、えー、まあこの時まではね安田夫妻だったんですよね3歳と1歳の子供を抱えているわけですよそれがね東京近郊でですよ、えー、鍵もかけずに寝ているですね真夜中 そういうことがあり得るだろうかということですよ。ね。これはあり得ないですよね。うん、まずあり得ないですよ。何かの事情があったんじゃないかということが考えられるんですよね。うん。でね、この最初の事件で、ね、いろいろね、疑問点が、今ね、言ったように、いろんな疑問点があるんですよ。これ率直に考えておかしいんじゃないかということですね。うん。そしてね、このお父さんはですね、父親はね、 あのまあ、鍵がねかけてないんでですねまあすぐに2階の居間の方に上がってったわけですよね階段をね、えー、パタンパタンパタンといって上がってったわけですよそうするとまずね電気がついていなかったということですよねそして、えー、この暗闇の中でもちろん真っ暗闇ですよね、えー、このお父さんの足にタネさんの頭が当たったわけですよね、うん、その時はまだタネさんというのは分かりませんよ、ね、あ すごいなんか当たったなということでね。で、手探りで、えー、この辺だなということで電気をつけると、えーね、見ると、種男さんが血だまりの中に横たわっていたということですよね。まあそこでね、ここでね、第二の疑問が湧くわけですよ。ね。うん。これね、えー、どういうことかというと、この最初のね、この警察の結論ですね。最初の警察の結論というのは、 これ種尾さんが自ら命を絶ったということですよね。うん、えー。ということですよ。そしてね、その傷はね、どういうところ、どういうものかというと、これは記者会見でね、僕はお父さんに聞きましたけども、喉のところに開いた穴だっていうんですよね。ここの喉のところに穴が開いていたというんですよ。ということは、まあ、まあ、一月つということですよね。うん。で、そこから、 このナイフ状のものがですよ肺にまで突き刺さったということなんですよ。ねだけどそういう刺し方は自分でできるのかということですよね。こういうふうにしてそこまで力を入れることができるのかということですよ。ね。でこれはね警察は、えー、東大の研究所にね、あのー、研究を依頼したわけですよ。そしたらこの東大研究所の2018年の鑑定ではそれは。 不,し不可能ではないけども不自然であるという結論になったわけですよね、うん。不可能じゃないけど不自然ということですね。そしてね、ここでね、ここで第3の疑問ですよ、ね。これも素朴な疑問なんですけども、自ら命を絶つ時に、果たして電気が消えた中で行うだろうかという問題ですよね。うん えー、これね自ら死をね、えー、自ら命を絶ったということを前提にすれば当然ね妻と子供は隣室の隣の寝室で寝ているわけですよ。ね。うん、これね 1m しか離れてないということですよね。僕これも会見でお父さんに確認しましたけどそうすると電気は自分で消さなければならないわけですよ。自分で消さなければならない。そうなると順番を考えるとですよ。まず、 ねえー、まず電気のついているね今に入ってですね、まあ、ナイフのようなものを手に取ってそしてわざわざ電気を消してから自ら刺したということになりますよね。これねありうるでしょうか。つまりなぜそこで電気を消さなければならなかったかということですよ。ね。自ら命を絶つ時に 果たち、じゃあ電気を消さなきゃなっていうことで、おやすみなさいとか言って電気を消して、そしてこうね、刺すとかね、そんなことありえますかこれはね、えー、漫画の世界じゃないんでね、現実なんで、これはありえないですよね。まず説明がつかないですよ。この疑問がある。ね。そして4番目の疑問ですね。これ、種男さんのね、えー、このね、亡くなった後の体内からは、致死量の覚醒剤が検出されたわけなんですよね。 でね、致死量の覚醒剤であればですねこれはもうね、まあ、体力的にもまあヘロヘロ状態になっちゃうわけですよ、ね、その時にですよそのヘロヘロ状態の中で自ら刺してそしてそれを抜くということこれできるだろうかということですよ、ね、これね、えー、普通の状態でもねさっき言った東大の鑑、ね、定じゃないけど普通の状態でも難しい不可能じゃないけど不自然ということですよね うん、そして、えー、これね、えー、ナイフのようなものを刺して、ね、そしてこれ抜くということもですね、相当力がいるらしいんですよ。刺して抜くというですね、そういうことが、えー、覚醒剤、それだけ大量覚醒剤をね、えー、この、飲んだ後でですね、可能なのかっていうことですよね。それからね、この第5、5番目のね、疑問ですね。 これ、ね、記者会見の時にですね、これは僕の質問に対してお父さんが答えたんだけども、ねえー、実は2018年の時にですね、再捜査の時に、ね、再捜査始まったわけですよね。その時に女性刑事からですね、えー、この自ら命を絶つという時にね、使われたと思われるナイフですね、えー、この写真をですね、見せられたんですよ。ね、ナイフ、写真を見せられたんですよね。 うん、そうするとねお父さんはそこで驚いたわけですよ驚いた、ね、で思わず叫んだって言うんですよ、ねうん、ナイフが違ううじゃないいかっていう風に叫んだんだですよ、ね、つまり2006年当時ね、えー、そのまさにその時ですね血だまりの中で,、ね、中でその脇に置いてあった、えー、このナイフですねきれいに置いてあったナイフそれとね違うと言うんですよ で僕はねそれ、えー、記憶してますけどもねお父さんが言うには、えー、そこに置いてあったナイフはもっと柄が太かったとだけど写真のもの20 2018年の時に見せられた写真それはね柄が細いとだからこれはね、えー、自分の記憶と違うということで思わず叫んじゃったって言うんですよあナイフが違うじゃないかっていうねえー、ということで写真を見て叫んじゃったって言うんですよね これはね、えー、ちょっと不思議なんですよね。まあ、ちょっと不思議だ,だ,、まあ、だいぶ不思議ですけどもね。うん、だけどね、えー、このことについてはですね、このことについては、えー、この会見の時にね、僕が質問してこういろいろやりとりやってる時に、この種男さんのお姉さんがですね、えー、ちょっとね、何、まあ、ていうか、あの理由というかね、まあ、弁解というか、ちょっとよく分かりませんけども、こういう説明してました。まあ、時間が経っているので 記憶が曖昧なところもあるのかもしれません。というふうにね、まあ断っていたんですね。まあ確かにね、そういうこともありうると思うんですよね。なので、ここはね、本当に不思議。疑問点としてだけ、もうちょっとね、今指摘しておきますね。うん。えー、そしてね、えー、これね、第6の疑問ですね。これもね、相当の疑問なんですけども、このお父さんの記憶では、 ね、横たわった種尾さんの右太ももの横2、30センチのところにですね、ナイフがきれいに置かれていたというんですよ。きれいに置かれていたっていうのはどういう状態かなっていうね、もうそれ会見でちょっと聞いたんですけども、ちょっとね、なかなかうまくう、まあ、言葉のやり取りではね、うまくわからないというね、ことなんですよ。ね、そしてね、さらに、ここがまた不思議なんだけども、非常に不思議なんですよ。 お父さんはね、このナイフを目視して、まあ目で見てですね、そこにね、血はついてなかったって言うんですよ。血はついてなかった。ですねで。そのことを後で刑事に話したらですね、えー、刑事からは、いや、血はついてますよ、と言われたということなんですよ。これがね、どうも不思議なんですよね。うん。見た感じ、血はついてなかった。しかし、 いやあ後でね聞いたら「いや血はついてますよ」と言われた。ね。うん。そしてさっき言ったようにね、このナイフがですね、最初見たものと違うと言ってるんですよね。これはね、どういうことなんでしょうかね、これね。非常に不思議なんですよ。ね。うん。非常に不思議。そしてね、この疑問点ね。あの、疑問点だけちょっと言いますとね。 7つ目の疑問点としてですね,ね、えー、これね、後でね、父、お父さんは、この種尾さんがね、血だまりの中で横たわっている写真をね、これ見せられますけども、その姿は、一番最初に目撃した時と違ってると言うんですよね。違ってると。ねうんえー、これはね、文春が書いてるんだけどもね、文春はこう書いてるんですよ。私が部屋に入った時、 種オの頭は寝室につながるドアのあたりにありました。しかし、えー、後に刑事さんが描いたあ現場の見取り図は頭の位置が左右にずれて倒れている位置すら変わっていたのです。私が去った後何者かが遺体を動かしたのでしょうかっていうね、これも驚くべき疑問じゃないですか。ね。うん。そしてね、 えー、第8、8番目の疑問ですね。8番目の疑問ね。ここがね、最大の疑問点なんですけどもね。要するに、お父さんは不審者と出会って、午前3時過ぎですよ。不審者と出会って、ね、背中に何か長いものを抱えていたというんですよ。ね。まあ、その部分ね、これ文書にね、あ,あるんで、文書の最新号にあるんで、そのまま読んでみますとね。えー、110番通報をするにも、住所が分からず、 住居表示がある電信柱を探しにに一度外に出たのです通報して、えー、民家に戻る途中まあこの家ですね種尾さんのね家に戻る途中すれ違ったのは明らかに変な歩き方をした男でした風呂敷のようなものに長い物体を包み背中に抱えていたガリ股でふらつきながら壁にぶつかり2 0ルほど先の十字路の角を右に曲がったのです 一一目散に追いいかけたたのででですすが一瞬で消えてしまったという話なんですよねこれはね最大の不思議じゃないですか、ね。この不審者ってのは何か事件にね関係あるだろうというふうに、まあ、考えるのが普通ですよね。うん、ということでね、まあ、これらの疑問があってですよ、まあ、まだまだあるんだけどもあまりに不自然な事件なんですよね。とてもね自ら命を絶った。 とは思えないんですよ、ね、そしてね、えー、お姉さんの人にもね、あのー、会見の時に語っていたように、ね、動機がわからないと自ら命を絶つ、ね、その動機がね思いつかないと言ってるんですよね、うん、そういうことなんですよねでね実を言えばですよ実を言えば、えー、この記者会見の後ですねこれね、あのー、情報がね えー、どんどん入ってきてるんですよ。僕にね、情報が入ってきてる。ね。ああ、ね、そのね、えー、情報をですね、今日ね、その情報の一端を喋ろうと思ってるんですよね。うんなのでね、僕はね、まあ、この時の安田種男さんのね、妻、つまり今のね、木原官房副長官の妻、まあ、この本名をも,もちろん知ってますよ。ね、知ってる。あそれから、えー、この妻がですね、 えー、この安田棚夫さんが亡くなった頃に付き合っていたまあこれ文春で Y というふうになってるんだけどもこの Y の Y という人の本名も知ってますうん知ってますズバリとね,、うん、でねあえて言えばですよこの妻のねこの奥さんの名前ですねこのまあ今これは仮に A 子さんとしておきますけども A 子さんの名前ねこれそのままね出してる人もねまあいるんですよ、ねうん、だけど はっきり言ってですね、今言っておきますけど、読み方が全然間違ってます。ね。そうは読まないんです。ね。まあ、それでね、情報の、なんていうかな、あーなんていうか、その、角度、角度っていうか、確かさがわかりますけどもね。そういうふうには読まないんです。別の読み方、読み方があるんです。特殊なね。うん。まあ、そのことだけちょっとね、ここでね、あの、指摘しておきます。ね。えー、なのでね、これはね、まあ、それはそれとしてですよ。僕としてはね、 両方ともこれ変わらずにですね、加盟で伝えることにします。ね。うん。これはもちろんね、刑事事件の何もなってないんでですね、これ当然加盟じゃないけど、まずいわけですよね。うんなので、この妻に関してはですね、この安田種夫さんのね、元妻、それから現在木原官房副長官の妻ですね、この人のお名前は栄子さんですね。それから2006年当時ね、 えー、この A 子さんがお付き合いしていた男性の名前は、まあ文春がね、えー、つけている通り、Y。Y とします。ね。そのことは変わらない。だから本名ももちろん知ってますよ。ね。うん。でね、それを振り返ってみるとですよ。この安田沙種男さんとですよ。この A 子さんですね。これ結婚したわけですよね。で、結婚後ほどなくして、2人の子供がね、生まれたわけですよ。そして、えー、その後ですね、この2人の趣味であるフリーマーケットですね。 これで Y という人と知り合ったわけですよ。そしてその Y という人が A 子さんと深い関係になって、そして家庭不安へとつながっていったわけですよ。ね。だけどもね、えー、僕に入ってきた情報によると、このフリマ、フリーマーケットでね、知り合ったということになってるんだけども、どうもこの安田さんとね、この Y という人は、Y からの知り合い同士だったという情報があるんですよね。 これ前にもね、伝えた通りですね、えー、これね、文春にもね、このことが書いたんだけども、再捜査が始まった2018年当時ですね、この Y は、Y という人は、覚醒剤取締法違反でね、宮崎の刑務所に入っていたんですよ。ね。うん、そして、えー、この安田さんはですね、地元、まあ、これ三軒茶屋ですけどね、三軒茶屋の暴走族ですね、 えー、これの一員として、まあ、走っていたりねやっていたわけですよ。ね。えー、そしてね情報によればこの Y とこの安田さんはですねどうも覚醒剤つながりというね可能性があるんですよ。ねうんでねこの,この覚醒剤というのはね覚醒剤というのはこの上流ほどね罪が重くて下流は軽いんですよ。まあ、これ何を言ってるかとというとですね例えば 覚醒剤使用。ね末端の方でまあ、覚醒剤買ってですね、まあ、使いましたと。ね、うんまあ、それを服用しました。ね、えー、そういうことはね、えー、まずね、初犯ならまず執行猶予ということで軽いと軽いんですよ。ねだけど、自ら売っていた。ね、まあ、これ上流の方になりますよね。自ら売っていたとなると、途端に重くなるんですよ。ね うん、そしてもっとね上流の方になるところものすごく重いんですよね。うん、でこの Y がですね宮崎刑務所に入っていたということはこれはね売っていた自らね売っていたつまりは成立していたね可能性がね高いんですよ。ね。そうなると例えばこの Y が覚醒剤を売ってそれをおー安田さんが買っていた。 とということも考えられるんで、すよねそういうういいいがりじゃないかということも考えられるわけですよね,でこれね、前の動画でもね、僕はね、伝えたんだけども、僕はね、この茨城県で、の県南の方でね、非常に暴走族がね、いっぱいいたんですよね。その暴走族をね、1年間取材したんですよ。まあ、これ一緒にね、あの走ったりしてですね、さすがに僕はね、アンパンはすいませんでしたけどね。 うん、そういうね取材経験があるんですよ。ずっと話聞きました聞いたんですよねで。そうするとですね、えー、これね、うん、えー、まずね、安田さん考えられるのはね、この暴走族の中でね、まあよくね、そういう人がね、タイプがいたんだけども、仲間内の審議というのがね、非常に大事に,大事にする人ということなんですよ。これはまあ、お父さんのね、お話でもそういうことなんですよね。うん、要するにまあ、審議を守る。 仲間内の真偽を守るということですね、まあ、逆に言ったらねこの仲間内以外とはですねやっぱり溝が深いんですよね、まあ、それがね、えー、こういう何て言うかな、まあ、ドロップアウトをさせられた、まあ、少年たちのです、ね、置かれた環境ということなんだけどもね、えー、でねこの暴走族からですねそのままねこの右翼の、ね、外戦車が乗ってですねあるいはそのままですねこのヤクザの世界に入っていってしまうと。 そういう人もいるんだけども、ね、それはやっぱりね、一部で、どうも安田さんはですね、まあその中間地帯にいたようなんですね。で、さっきも言ったように、この暴走族はですね、アンパンはつきものなんですよね。まあアンパンっていうのは要するにあれですよね。<laughs> えぇ、ー、シンナーですよね。うん。まあシンナーとかね、あるいはこの何て言うか、あのー、接着剤とかね。うん ああいうものはですね、あの、このアンパンというかな、あの、シンナの代わりになるんですよ。まあ、それはまあ、まあ、ちょっとね、どうでもいいんですけどもね。うん。でね、そこからね、その覚醒剤に行くケースも少なくないんですよ。ね。僕はね、そういう少年もね、あの、もちろん知っていました。ね。うん。まあ、もちろん辞めるっていうね、話は随分しましたけどね。うん。で、安田さんはどうもね、そのケースのようなんですね。 で, y、で、Y とのつながりっていうのは、まあ、そのあたりにあるんじゃないかということですよ。ね。まあ、いずれにしても、安田さんとこの Y というのは以前からの知り合いで、そして、その Y と A 子さんは急接近してしまったということですよ。ね。そして、それと同時に、安田さんとこの A 子さんの,この夫婦仲というのは倹約になった。そして A 子さんは子供を連れて家を出た。 そして安田さんはね、なぜか Y から教えられてあちこち探し回ったということなんですよね。で、それが無駄足になったということですよ。ね、で、この Y, y からね、い、え、ち、ー、わざわざね教え教え、教えてもらったということは、これはもうそういうふうになっていうかな、推測されるじゃないですか。つまり安田さんと Y というのは、これはまあ以前から知り合いだ,だったんだなと。そして Y と A 子さんは、これ安田さんをね、騙していたんだなっていうのは推測できますよね。 そして最終的にですね、最終的に、えー、2006年の4月になってですよ、の Y の自宅に A 子さんの荷物が置いてあって、ね、そしてそこから安田さんはあ A 子さんとその子供2人を取り戻し、ねえー、父親からね、このハイエース、おそらくバンだと思いますけども、それを借りて、この荷物とかね、それから A 子さん、それからあ子供2人、これを 連連れれ戻戻しして、えー、自宅に連れ戻したとそしてその翌日に亡くなってしまったということなんですよ。ね。うん。でということはですよ、これはね、当然ながら、まあ、結局ね、この Y と A 子さんは、最初から最後までこの Y の自宅にいたと考える方がね、自然ですよね。うん。そして、えー、このね、A 子さんはね、自分の自宅にね、 えー、この安田さんに連れられて帰るんだけども、どうもその時にですね、まあ父親はね、この時、えネ、ー、種男さんとね、電話で喋ったと言うんだけども、安田さんと英子さんというのは、離婚届に判を押したらしいんですよね。うん。で、その後ですね、その後、ね、2006年4月9日の今度は夜ですね、夜、10時11時頃まで、 えー、怒鳴り合いの声が近所に聞こえていたということなんですよね。うん。ね。そしてね、こ、えー、この記者会見でこれも聞いたんだけども、お父さんはね、この間ですね、この種男さんの携帯電話に、えー、大体10時頃まで電話をかけ続けたんだけども、一度も出なかったということなんですよ。ね。うん、まあ、そらくね、まあ、怒鳴り合いっていうから、け喧嘩していたんでしょうね。 うん、そしてお父さんは心配になって、えー、この真夜中にね、えー、早く目覚めてしまった、ね、ということもあってですね、えー、午前3時にタネオさんの自宅に行ってみたんですよ。ね、ところがドアは開いていて2階の居間に行ってみたら暗闇でタネオさんの頭に足をぶつけたとで手探りで電気をつけてみたら 血だまりの中で種男さんが痛いとなって横たわっていたという流れですね。うん、それで。まあ最初にね。紹介したね。話に繋がっていくわけですよね。で、ここでね。ここでですよ。まあ、これもね。まあ、ある意味徳田ある意味っていうかな。まあ、え徳、ー、だね。っていうかね。どこも報じていないね。話なんでですね、えー、まさに独自情報なんですけども、これね、えー、僕に入ってきた情報に基づいてですよ。 これ、捜査を中断される前の警察がですね、事件をどう見立てていたのか、というね、お話をしてえしたいと思いますで。一応ね、ここでね、あの、お断りというか、念のために言っておくとですね、これは、警察の見立ての話で、仮の話だということですよ。ね。なので、まあ、とりあえずね、A 子とかね、Y とかね、そういう加盟のこともね、忘れていただきたいと思うんですね。うん。 まあ仮の人物だだととと思っていただきたいといたたきうことなんで、すよ、ね、でまず考えられるのはですね、2006年4月9日ですね、ねつまり安田種夫さんがあー、これはね、命を失うですね、その前日の4月9日ですね、お父さんから借りたハイエース、ね、これ、バンだと思います。まあ、さっき言いましたね、それで、えー、Y の自宅に行ってですよ、ね、さっき言ったように、妻子3人を取り戻したということですよ。 ねえー、そして、えー、さっきも言ったけども時間はちょっとわからないんだけどもこれ安田さんは自宅に帰ったあとですねおそらくね栄子さんとの離婚を届けに判を押したということなんですよね、うん、そしてその後近所の話では10時11時頃まで怒鳴り合いの声が聞こえたということなんですよねそしてですねえタネオさんが亡くなってしまった。 そしてね、死後の検査によるとこの種オさんの体内からですね致死量の覚醒剤が検出されているんですよ。ね、なのでこれ入告以降ですねこれを種男さんにね極めて近しい人物が何かに混ぜて大量の覚醒剤を飲ませたと考えられるんですよ。ねうん、これね致死量の覚醒剤というとですね,ね聞いた話ではこれ結構高いんですよ。 数十万円から、まあ、百万円するんですよね。でね、自ら絶望ね、してね、まあ、死を選ぶわけですから、そういう人がですよ、そういう高価なものをわざわざ選んで、ね、使うだろうかということですよ。ね。うん。そうするとね、それはね、まずないだろうという推測ですよ。ね。そうすると、じゃあね、この見立てによれば、この近しい人間は誰かということですね。 まあこれおのずと分かりますよね。まあ一人しかいませんよね。うん。そしてね、この警察の見立てによれば、ね、覚醒剤で、まあ、覚醒剤でヘロヘロになりますよね。いやもう足元がおぼつかなくなって、ね。そしてその時に、わざわざ鍵をかけないでおいた玄関から、示し合わせておいた人間が入ってくるわけですよ。そしてこの人間は、 刃渡りの長い刃物を持っている。ね、そしてヘロヘロになっている種オさんに向かって頭の上からこの刃物をですね喉に向かって突き刺したと。ねうん、そしてねさっきも言ったように刃物をねこの突き刺すのもそれを抜くのも相当の力が必要らしいんですよね。これ男でなければ無理だということなんですよ。ねうんそして えー、この喉からですね肺に達するまでねこれ突き刺すには刃渡りの長いものでなければ無理なんですよ。でこの人物というのは当然ね鍵を開けておいたね鍵を開けておいたこの家のもののですね引きがなければ当然入ってこれないわけですよね。そうすると、えー、この鍵を開けておいた人間と 非常に近しい人間ということが考えられるわけですよね。うんまあ、そうなるところもうたった一人しかいませんよね。つまり、えー、前日まで一緒にいたまあ、不倫相手ということ。まあ、これしか考えられないわけですよね。そしてね、えー、この、うん、時間の順番でいくとね。順番、順時間の順番でいくとね、えー、そうやってこの遺体をね。処理しようとしていたところに。 どうも父親が来る気配がしたということですよ。そして、ね、慌ててですよ。慌てて、えー、これね、種子さんが自ら死を選んだように見せかけるために、ね、その脇にナイフを置いて、えー、電気を消して、隣の部屋に隠れたというね、そういうことですよ。そういう見立てですよ。ね。そして、お父さんが住所確認,確認のために一度出て行ったので、 ね、その間にですね、この男は家から外に出て、凶、ね、器に用いたですね、刃渡りの長い刃物を背中に背負って立ち去ったということですよ。ね、こういう見立てですよ。ねうん、でね、お父さんがこの時ね、あのー、その男を目撃してるわけですよ。ねまあ、それをね文春の、ね、記事からねそのまま読みますとね、こういうことなんですよ。 家に戻る途中すれ違ったのは明らかに変な歩き方をした男でした風呂敷のようなものに長い物体を包み背中に抱えていたガニ股でふらつきながら壁にぶつかり2 0ルほど先の十字路の角を右に曲がったのです一目散に追いかけたのですが一瞬,一瞬で消えてしまったということなんですよねでねまあ今言ったように今言ったようにこう推理していくと 色々なね、ね、最初に言ったこの疑問がです、ね、ほとんど評価していくんんですよ。ほとんどねあのあそういうことだったのかっていうねうにあに思,思われるんですよね,、うん、ね。つまり警察は2018年の再捜査段階では、ね、事件全体をこのように今言ったように見立てていたというねことらしいんですよ。ね、ということはこの不審者ですね これが最大のポイントにななるじゃないですか、ねうん、で、えー、この背中にね抱えていた、まあ、風呂敷のようなもので包んで抱えていたですね長いものこれは一体何だということですよね。ねこれ一体何だ。でこれはねあのー、まあ何て言うかな書くたら話,話としては、えー、出ていないんだけどもこれ推測すれば例えばね長ドスですよ長ドスね。 長年って一体何かといえば、これ日本刀のね、この唾の部分がないものですよね。唾の部分がないものね。うん。例えばこれね、薬剤がなんかね、高倉,高倉,健,高倉健さんがですね、えー、この長年をね、こう、だらりと下げてね、あの、写ってる写真とかね、ありますけどもね、着流しかなんか来てですね、まあ、あれをイメージしてもらえばいいと思うんですよね。うん。で、これであればですね、この喉元からね、肺まで達するまで、 え突きき刺すすことはででるわけですよね、うん、そして実際ね、えー、これはですねあの記者会見のお父さんに聞きましたけどねこの傷口というのはこう喉に穴が開いていたというんですよね、まあ、その一箇所なんですよということは、えー、これは本当に、ね、頭上から喉元を刺してそれが肺に達していたということですよそそしてそれは あのどうもね専門家、まあ、専門家というかなあの話によるとやっぱり刃渡りの長いものでなければ不可能だというんですよそういうぐらいのね、えー、この突き刺し傷を作るにはね、うん、つまり出刃包丁ではもう不可能だということなんですよね、うん、そういうことなんですよ、ね、でこれねじゃあそのね、えー、この不審者がですね背中にね、えー、書いていたねこの長いもの これは一体何なんだと。ね。お父さんに聞いてみたんですよ。ね。うん、これは一体何なんだと。これ日本刀のようなものですかって聞いたら、いや、それは分かりませんということでしたね。これはもちろん分かんないですよね。うん、当然、当然分かんない話ですよ。ね。うん、なので、この長ドスというのはあくまでこれ推測なんですよね。うん、推測なんですよ。だからとにかくね、午前3時にこんな不審者がね、 あ家の方から出てきたわけですよ。ねまあ、出てきたっていうか家の方から歩いてきたわけですよ。ねうん、これはね、極めてあそのポイントになる点じゃないですか、ね。で、この時ね、この Y という人はですね、Y という人はね2018年の,かあの、えー、再捜査当時ですね。 さっきも言ったように、この覚醒剤取締法違反でね、宮崎の刑務所に入っていたわけですよ。ね。宮崎ですよ、宮崎ね。うん。そしてね、文春によれば、そこにね、この警察はね、30回も来たって言うんですよね。30回。ね。30回っていう回数は、これ尋常じゃないですよね。相当のものをですね、感じ,ては感じたわけじゃないですか。警察はね。うん。 ただの参考人だったら30回なんていかないですよね。まあ1回か2回、行って2回ですよ。ね。相当の執念を感じますよ。ね。うん。そしてね、この30回も出張してね、東京から当然行きますからね。東京から、えー、宮崎の刑務所へね、えー。この出張がそれだけ認められたということはですよ。つまり予算が降りたということは、この相当の確証があったということですよ。ね。うん、そうでなければこれ認められないですよね。うん。 そして30回通って警察は Y を問い詰めたわけですよ。ね。うん、真相を喋れということで。で y は最初ね、えー、しゃ,れな,かったしゃれなかったんだけども、えー、ついにね、あのー、口を割った、供述したわけですよ。もうどういうことを言ったかというと、実は、うん、A 子から電話があってやってしまったという話だったと。ね。うん、これ、種をしから、種尾しが、 ああ包丁を持ち出してきて、ね、やれるもんならやってみろというふうにエ、えー、子に包丁を握らせたと。なので A 子は思わずそれで切ってしまったと。そういうふうに電話連絡を受けたと。というふうにね、タネオさん、タネオさんじゃない、Y がですね、Y が供述したんですよ。ね、そしてこれを受けて警察は30人ものですね、 再捜査陣を組んだけどねこの Y の今言ったねこの供述ですねこの供述そのものに,ものには警察はね実はあまり信憑性をね置いていなかったらしいんですね。うん、というのは、まあ、先ほどね警察のこの見立てですね事件の見立てこれをねずっと話してきたように警察はですねこの A 子 ですねが、えー、やったということじゃなくて A 子と Y が協力してやった可能性があるとというふうに見立てていたんですよ。ね。うん、これは女性ね、えー。一人の力では無理だと不可能だと。これ Y の協力がいるということですよね、うん。ね。まあ A 子さんとこの Y はそういう関係にありましたからね。不倫関係にありましたから。ね。うん そこでね2018年4月から内定捜査始まったわけですよ。ね。これ2018年のね1月か2月かなごろからねこれ始まってるんですよ。警察のねこの女性刑事のねこの不思議に思ってそしてこれ再捜査が必要じゃないかということですね。それを受けて2018年4月から内定捜査本格的な内定捜査を始めたんですよ。そして その内定捜査を終えて、10月から強制捜査に移ったわけですよ。まあ、これどういうことかというと、英子さんのこのね、えー、実家ですね、それを家宅捜索してね、家、ま、宅、あ、捜索令状を取ったわけですよね。そして英子さんと、それから木原さんですね、これ、事要聴取を試みたわけですよ。ね、うんうん。そういうことなんですよね。だけども、この英子さんからはですね、 犯行につながるような供述を得られ得ることはできなかったわけですよ。ね。そして捜査陣はすぐに縮小となってね。うん、で捜査は終了したわけなんですよ。ね。これは全くね、あの捜査は尽くされていないんですよ。全く尽くされていないんですよね。そしてその同じ10月にですね、ね。これ自ら事要聴取を受けて、この事件ね。 これ知るところとなった木原さんはね、えー、まさに全警察を配下に収めるですね、自民党情報調査局長についていたということですよ。ね。うん、この符号はどう考えるべきかということですよね、うん。でね、この事件をめぐるね、疑問点ってのはまだまだあるんですよ。ね。まだまだえー、これ会見でね、記者会見でね、えー、このお父さんはね、僕の質問に答えてですね、 ね、このナイフが違うとさっきちょっと言いましたけどねそれをね何て言うかな、まあ、言っているわけですよ、ねうん。2006年の時に見た実際のナイフと2018年の時にね、えーえー、写真で見たナイフと違うと,と言ってるわけですね。これをどういういうに考えるかですよねで僕はナイフのことについてはね、あのー、前にねいろいろ推測を、ね、述べたことがあるんですよ。 でねそのこととちょっとねさっき長年のことを言いましたよねじゃあその関係はどうなってんだっていう話になるじゃないですかねつまり僕が最初考えたのは考えたのはねこのナイフですねナイフうーこれナイフねこれで、えー、まあ、ね、例えばね他の人が刺したとねまあこれ誰かというと,ともかく誰かが刺したとねそして えー、それをですね指紋を消すためにですねその柄の部分を拭いてですねそして、えー、綺麗に置いていたということを考えたわけですよねところがこの指紋を消すために拭いてもですねあとでルミノール検査をすればですねこのルミノール試薬によるね検査をすれば反応が出るんですよ血液反応が出るんですよねたとえ拭いたとしてもうん これルビノの反応っていうのはね、これ、えー、以前ね、この昭和初期のね、これ下山事件っていうのはですよね、下山国鉄総裁がですね、えー、自ら命を絶ったのか、ね、線路、まあ、に身を投げて、常磐線に身を投げてですね、命を絶ったのか、あるいは他の人にやられたのかっていうね、これもう未解決の事件があるんですよ。もちろん未,だに未解決ですよ、ね。で、この時ね、 まあ僕のそのまあ代々代々先輩にあたるですね朝日新聞記者がですねこれ大活躍したんですよねまあ真夜中にですね、えー、この常磐線の線路行ってねこの真っ暗闇の中でねこのまあ、手に入れたこのルミノの火薬ですねそれを線路とか真っ暗気にこうねいっぱい一生懸命つけてねそして結婚をですね血液の跡をですね突き止めたんですよでそれをね この図にしてみたら、えー、この跳ねられた場所、ね、常磐線にね、えー、引かれた場所がですね、警察の発表とね、全然違ってたんですよ。ね、この結婚を調べたらですね、ルミノル反応主役で。ね、でそれで、えー、これはね、自ら命を絶ったんじゃなくて、他のね、人に何かやられて、その後持ってこられたんだというような推測ですね、それが成り立ったんですよ。 まあそういうようなことはねこれがルミノール検査なんですよね。で同じルミノール検査でそのナイフの、ね、絵をね誰かね犯人が拭い取ったんじゃないかとそしてそれがルミノール検査で血液が出てきたんじゃないかとそしてそれがあの女性刑事の目に留まってナイフへの血の付き方がおかしいというふうになったんじゃないかと,という推測を話したんですよ。ね、だけどもここで僕はそれを、ね、訂正します。訂正する。 ね、こういう取材というのはですねどん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 ですね現実つ,つまり情,情報が入ってくるんでそのためにね、あのー、訂正しなければいけないんですよ前のものにこだわっていては間違った情報のままになっちゃうんですよねうんでどういうことかというとやっぱりね、まあ、さっき長年の話し,しましたけどもこちらの方が非常にですね可能性が高い、ね、つまりナイフだとですね刃渡りから言ってね難しいんじゃないかと、ね、喉から肺ですね だ渡りの長い長いであればそれはね,可能なんですよねえー、それが一つですよね。それからもう一つはですね、このナイフそのものですね。ね。これね、これまあ僕の推測ですけど、推測ですよ。ね、推測。これナイフね、あのー、このお父さんがですね、2006年と2018年、これ違うっていうふうに叫んだわけじゃないですか。2018年になってね、写真見せられて。前はもっと絵が太かった。 ね、2018年のものを見たら絵が小さいこれ違うものだっていうね、えー、こういう記憶ですよね、うん、でこれね、あのー、まさにねお父さんがですねさっき言ったようにねこの住所どこだっていうことで一旦外に出たわけですよねでその時にこのこの種男さんですね種男さんの遺体を動かして、ね、動かしてですよ この中にいた人がですよ動かしてそしてこのナイフですねナイフ、うん、これをねあの変えたんじゃないかというねことが考えられるんですよね、うん、つまり、えー、もともと置いといたこの柄の太いナイフじゃなくて、えー、この柄の細いナイフに変えてそしてそこにですねこの血液ですねこれをねあのなするようにつけたんじゃないかと。 という推測なんですよ、ね、そうするとお父さんが最初に見た時はこの絵の太いナイフは、ね、血が付いてなかった。見たら血が付いてなかった。ね、ところが、うん、その間にですねお父さんが外に行ってる間に中にいた人、ね、これはもう Y さんとかはね A 子さんとかね今言わ,ない言わなくても分かると思うんだけどねそ,れをその人たちが、ね、この新たなナイフに 塩をつけてそこに置いておいたということですね。そうするとこれはね、あの不合するんですよ。ね、あ、う、あ、ん、お父さんが言ってる間に血をつけて、そしてそのナイフを置いておいた、そして遺体もちょっと動かし動かしたということですよ。ね、そうするとおこれはね、お父さんの記憶とそれからあーですねこの現実にあったことはですね不合しちゃうんですよね。 そういう,ふうに、ね、推測すするんですよね、うん、いずれにしてもですねいずれにしても、うん、このね女性刑事がねナイフへの血の付き方がおかしいこれねこうやってなぞっただけだったらねやっぱり事件の時についた血液ついた血の付き方とはこれ明らかに違うと思うんですよね。うん、ね、うん。まあそういうことだと思うんですよ。まあいずれにしてもですね謎が謎を呼ぶ。 そしてね、今日はね、あのー、まあ、独創特棚というかですね、この警察の見立てですね、当時のね、当時を警察はどう見立てていたかっていうね、話をね、えー、これしました。ね、僕はもうこれね、慎重に話しましたけどね。うん。あとはね、こう、いろいろ考えていただきたいと思うんですけどもね。うん。で、ま、あ本日はね、まあ、ここまでにしたいと思うんですけども、まあ、さっきね、一番最初に言ったように、情報がですね、どんどん入ってきてるんですよ。 入ってきてきるねえそこでね、まあ、今日の最後にちょっと言いますけどね、このーケースですね、この事件ですね、これね、週刊文春が勝利します。勝利する。ね、うん、週刊文春はね、これほとんどね、え掴んでますよ。掴んでる。うんねえこの事件の概要ですね、そしてね、この記事、まあ、出るじゃないですか。第1弾、第2弾、第3弾ってね、これね、 少しずつね、少しずつ情報を出してるんですよ。少しずつ出してる。ね。だからこれはまだネタは続きますよ、これ。ね。まあ、木原さんネタだけでもこう続くんだけども、この事件でも続きますよ。ね。そしてその結果ね、これね、再々捜査。これにね、追い込まれる可能性がね、高いと思う、高いと思います。ね。今、警察はね、もちろんこの捜査はもうこれね、終わっていますと。ね。 うん、いうようなことなんだけどもそして各マスコミもね全然油断しちゃってるんだけどもこれね再々捜査に追い込まれる可能性が高いです。ね。その結果木原さんは非常に厳しいところにね今追い込まれてます。そうなると当然ながら岸田政権も厳しいということです。ね。で岸田政権が厳しくなって一体誰が喜ぶかということになれば。 当然ながら、自民党内の争いでね、これ菅さんとか二階さんが、これはね、嬉しいですよ。ね。これはもう宿敵ですからね。うん。これ菅さんがね、あのー、まさにこう辞める時にね、首相を辞める時に、岸田さんがね、最終的に二階を切れと言ってね、来たわけですよ。ね。その恨みはね、おそらく忘れてませんよ。ね。うん。で、このね、政治的な話というね、この情報もね、 え結構入ってきてきるんですよ、ねあまあ、その件もねおいおいしたいと思ってるんですよね。うん、なのでこれはですねその文春の背後にはですね,ね文春の背後にはこの岸田政権それにいいですね敵対するうですね大きい権力が存在してるということですよ。ね、これ今話したように「ああそっか菅さん二階さんね」ということになるじゃないですか。 そうなると、そして、菅さん、二階さんは、実は、えー、このケースの情報ですね、これを、まあ、非常に詳しく知ってるということですよ。ね。で文春にとって、これ怖いものないじゃないですか。そうなるとね。うん。それに加えて、自分たちの取材が加わるということですよね。うん。というようなことで、このケースはですね、文春が勝利します。のおそらく、まあまあまず、まず間違いないと思いますね。ああ。 ということで、これはね、あね、大変なことになりますね。うん。で、ね、僕は僕でですね、入ってきた情報をね、独自情報をもとに、文春とは別にですね、いろいろお伝えしたいと思っていますので、まあ、これからもね、あのぜひ、えー、ご視聴お願いします。ということで、まあ、最後にですね、ちょっと CM タイムいただきましてですね、これ僕がね、書いたですね、コロナ日本国書ですね。これはね、あのこのコロナ対策ですね、感染症対策。 非常に重要なものなんだけども、やっぱりね、これはね、ダメなんですね。うん、でね、えー、そこからですね、この日本政治のあり方、ね、日本政治、どこがダメなんだっていうね、ことがね、見えてくるんですよ。ね。そのことをね、じっくり書いた本なんですよね。ぜひ買って読んでいただきたいなと思いますね。それから、福田村事件ですね。これ、関東大震災のね、えー、後にですね、 えー、まさに四国から来た薬をね、売っている人たちがですね、さぬき弁しか話せないので、お前らの日本語おかしいぞ、日本人やないなということで、えー、十数にね、非常に無婿らしい死をねあの、迎えてしまったということですね、まあ。そのことを発掘した本ですね。これ9月からね、えー、非常に問題作の映画始まるので、えー、それの原作にあたる本です。これれ非常にいい本ですそれから 最後に、ジュリー・アンドリュース辞典ですねえ。ジュリー・アンドリュース辞典伝ですね。えー、これはね、うん、イギリスの貧しい家庭からですね、国際的な、ね、ミュージカルスターに育っていたジュリー・アンドリュースですね。それが嘘を偽りなくですね、えー、自分の人生を語った辞、ね、典伝なんですよ、ね。イギリスの演劇界であるとかですね、えー、アメリカの、ね、ハリウッドであるとかですね、えー、ニューヨークのブロードウェイであるとかですね、 えー、そこにね、えー、いろいろ出ているね、この有名な俳優たちね、えー、それとの、ね、交際であるとかね、ラブロマンスであるとか、それを嘘を偽れなくね、書いてるんですよ、ね。そこまで書いていいのとね、思えるようなですね、えー、そういうことも書いている。なので、このね、なんていうか、この人間のね、うん、有名な、えー、スターでも、あ、人間的なね、 実に人間的ですねっていうですね、そういう、まあ何て言うかな、温かさみたいなものも感じるんですよ、ねうん。で、本の楽しみ、本を読む楽しみが非常に味わえる本なんですよね。もうジュリアンドリューんはもう作家といってもね、いいぐらいのレベルだと思います。非常に上手です。文章。それから、えー、この構成の仕方ですね。そして翻訳もすごくわかりやすくて、非常にこれね、えー、本を読む楽しさが味わえるということですね。そしてね、 えー、これ何度もね、言ってますけども、えー、これね、今ね、あの僕が関係ね、えー、させてもらっている、5月消防震車のね、新刊なんですけども、えー、とにかくね、今、全国にですね、特に地方の方で、本屋さんが少ないということで、しかもね、アマゾンでね、えー、買ったこともないというね方もね、少なくないと思うんですけども、そういう方はですね、5月消防震車にぜひ直接電話してきてください。 で5月初保身者の電話番号が、ね、104で分かりますのでね、そうすると、まあ、郵便の振り込みであるとか、あるいは銀行振り込みであるとかですね、えー、それでね、あの直接的に対応いたしますので、えー、電話していただければ、係の者が担当いたしますので、えー、ぜひですね、あの遠慮なく、ご遠慮なくね、電話してきていただきたいと思います。まあ、というようなことでね、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。